まあ本日お盆ということもあり、多くのお客様来ていただきつつ、大体全試合が暑かったのでマニアックスみたいなことになりました。はい、エクセルもヘッドバットガード。さあこれは T ラルク強いが、さあ分からなくなってきた。あー届くのねー、スタンド負けつき。球細いから怪しいかと思ったけど中盤届きましたね今。ダッシュ投げ、アレクがガンガン前に来る。あーダイクラ刺さって EXL も難しい。フラッチョでダメージ優先か、なるほど。あー前線だった。スカッシュ投げ、ケアして腹部が溜まってはいるのでチャンスはあるが、ジャンプ中継でちょっとタイミングずらしてきた。あーだ、突進投げて噛み合った。これはここは腹部決めて、さあどうすんの勝負。スタンピードでめくり、カリオぐんにゃりでございました。勝ったのはティーラ君ということで。